皆さんこんにちは、ペソでございます。ケンシンさんがハオドイクね、166回目やっていきましょう。さあ前回ね、落としたのは落としたけど、久石さんにまさかまたね、裏切り発動とはね思いもよらなかったんですけど、まあもう今度はね、もう捉えたら切っちゃいましょう。訓練や、間違えた。マックスでいいか、で、あとは、もう一人は、佐竹さんか。佐竹さんなら、商業でもいいと思う。あ、日立でこれ忘れてたな。まあいいか。山城がね、これ以上神高上がんないってね、他を上げてもらわないと何とも言えないからね。はい、キー。みまさかも二人やからな。柴田さんの業やろうか。あとは二人、片方だけ商業しよう。これ60。また沢山が今度は。そんなに、ここか。金が余ってんのね。はい、運営市場。佐瀬さんは、商業させて、天野さんどうしようかな。訓練もあれやしね、農業とかさせようか。これでいいよ。持ってこさせましょう。で、訓練ね。
あとは、農業。ここ商業やれるのがね、加藤さんしかいない。はい、映像は、あ、動けないわ。山城。
で、もう一人は、あ、そうです、広げられるね、忘れてた。じゃあやっていくしかないね。そうか、逆にこっちは先に終わりそうなんだ。大雪か、大雪やったらまあまあよかった。ああそう、ああじゃあかんすけさんに200ずつぐらいでいけるかな。よっ、まあいけた。できんから、ああそうかそうか、集めてこないかんやね。200送って、100買いましょうか。
モタールさんで治安やっといてもらおうか。ではね、ここで終わりましょうか。で、次回どうでしょうね。攻めてみるのもありやけどね。ちょっと会場渡りにはなりますけどね。まあ、それをやってみるのもありかなと思います。では、ちょっと時間的にね、ちょうどよろしいと思いますんで、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。